なぜどうして身近な疑問2年生。日本中のお金を合わせるといくらあるの？日本のお金は日本銀行というところで発行しています。千円札や一万円札などのお札と10円や100円などの硬貨があります。発行されているお札は千円札、2000円札、5000円札、1万円札の4種類ですが、昔の一部のお札も使うことができます。2010年12月31日の調べでは、枚数は全部で約137億枚になります。それを積み重ねると1373km、なんと富士山の363個分の高さになります。また横に1枚ずつ並べると212万キロメートルとなり、月まで3回往復するくらいの長さになります。こんなたくさんのお金を全部合わせると一体いくらになるのでしょう。お札が約72兆3000億円、硬貨が4兆5000億円、合計で約86兆8000億円。あまりにも大きな金額で想像がつきにくいですね。今発行していない古いお札が日本銀行に戻ってくると処分されます。その切り刻んだお札をボールペンなどにリサイクルすることもあるそうです。地下鉄の電車はどうやって地下に入れるの？電車は大きくて大変重いものです。そんな電車をどうやって地下に入れるのか不思議ですね。一部の地下鉄は JR などの他の鉄道と途中で線路がつながっています。この場合、地上にある他の線路から電車を走らせて入れることができます。また線路がつながっていなくても地下鉄の車両を置いておく基地が地上にたくさんあります。基地には地下に続くトンネルがあります。そのトンネルを通って地下の線路に入れます。でも新しくできた地下鉄の線路には地上に基地がないこともあります。その場合は地下の基地の上に大きな入り口が作られています。車体などができた車両は工場から大型トレーラーに乗せて必要な場所に運ばれます。安全を考えてゆっくり走るので、他の車の通行の邪魔にならないように交通量の少ない真夜中に運びます。大型のクレーンを使ってこの入り口から1両ずつ車両を下ろしていくのです。そして地下の基地で車輪をつけたり、他の車両とつなげたりして完成させます。